た。はい、こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット、スターホースポケット、始めていきましょう。松並ゆいです。さあ今日はもう飲みに行きましょう。お知らせが届いてるよ。さあ、カタゴミティですね。これ休ませないといけません。はい、バタージュが戻りましたので入球させます。そしていい感じだね。嬉しいか。よしよし、イベント開催中だよ。来た、体重はバッチリだね。これでも大根か。しかしいい感じだね。回復させないといけません。ちょっと疲れが心配。イベント開催中だよ。いい感じだね、いい感じだね。ドバイの州です。状態はいいですね。イベント開催中だよ。勝負根性が上がります。大根です。まあまあかな。これでいい状態で出れるはず。ドバイシーマクラシック、武豊を、依頼します。バタージュ調整文句なし。1.5 倍、1番人気。ただいまより投票受付を開始します。ですね、印も。ちょっと負けたら嫌だな。2番人気はハイライズですね。丸がついております。レッパー濃厚。実はですね、昨年1回勝ってるんですよね。これで負けたらちょっとな、辛いな。さあ、ドバイシーマクラシック名団競馬場、ゴーイング鈴鹿なんかも出てますね。サラミックス書いたのディアーティンボロー、ファンタス、やっぱりファンタスティックライトでしょうね。ハイライズが2番人気。さあ、頂点へ。ドバイシーマクラシック2連覇をかけます。クラシックディスタンスで争われるドバイシーマクラシック、まもなくスタートです。5番ですね。スタートはどうだ。ドバイシーマクラシック、12頭スタートを切りました。まずまずのスタートかと思います。果たして何が行くのでやりましょうか。3番アミリンクス先頭、4番サガミックス、ゴーイング鈴鹿が並んでいます。ハイライズ内を通って6番ファンタスティックライト、1番タパーウェク、その外8番ロングアース、それからもう1頭フルート・オブ・ラブ、そしてその後ろから11番カイパノ、
エラーシーナがそのうちにいます。注目のカタノミリーと武豊騎手、一番人気の重圧をどのように跳ね返しますか。ポツンと離れてティンボロアがしんがりから行っております。もう一度先頭に戻りましょう。依然先頭3番アミリンクスであります。4番サガミックス、前での競馬ゴーイング鈴鹿と芹沢騎手、そして4番手にハイライズであります。ファンタスティックライトが並んでいっています。そのうちミタファーウェク、外を通りまして8番ラガース、そのうちに2番フルーツオブラブ、そしてその後ろからカイタノ、そのうちからはエラーシーナ、カタノミッリーはこの辺り12番ティンボロア、これがしんがりであります。さあ先頭の方はどうなっているか。3番アミリンクスが先頭です。この辺りちょっと離れている4番サガミックス、その後ろでやりましょうか。7番ゴーイング鈴鹿、そして外からは10番ハイライズ、内を通りまして6番ファンタスティックライト、ムタファーウェクがその後ろ、外を通って8番ラガース。さあメイダン競馬場のスタンドから大歓声が上がります。さあ向きを抜いた武豊とパタノミッリー、どんな足を見せるか。依然先頭ハイライズ、ちょっと差がある。怖い馬が来た。5番パタノミッリーだ。パタノミッリーが差を詰めてきた。粘った粘った。ハイライズ、ティンボロア懸命に追った。ティンボロアが襲いかかる。しかしびっくりだ、なんとなんとティンボロアが1着。3着だ。いや、これはまずすぎます。よく頑張った、偉いぞ。一着十二番。馬がレースから帰ってきたね。いい仕上がりだね。感じだね。おぼくですね。はい、何です。イベント開催中だよ。ちょっとこれはいただけません。イベント開催中だよ。G2 クラスで格落ちですね、この状態だったら。イベント開催中だよ。もう一周、まあ残り41周ですね。イベント開催中だよ。もう一周放牧さす、放牧続けましょう。イベント開催中だよ。いい感じだね。ダートテキサー丸です。苦手ではないってことですよね。いい感じだね。目黒記念あたりかな。嬉しいか。よしよし。200枚か。捨てゴールドに縫いますが、ユビナもいいですがね。松幹行きましょう。今週はレースがあるよ。
嬉しい。はい、何です？バタージュの調子はバシーです。一番人気。ただいまよりステイゴールド投票受付を開始します。この辺りですね。スタミナ自慢が集う名物のハンデ重賞であります。ハンデっていうのは少し気になりますが、スタートを切りました。12頭まずまずのスタートといったところであります。先頭に立つのは何か。先頭に立ったのはホットシークレット、マチカネ金の星、それからロードプラチナム、そのうちからは吉田 V、 外を通って12番末広コマンダー、内から1頭2番ビッグバイキング、ステイゴールドがその後ろ、そのうちに4番名称バチカル、それから1番東海ポイント、12頭第1コーナー左にカーブを取ります。その外8番カタノミッティ、ちょっと離れて11番テナシャスバリオでやります。直線まで。さあ第4コーナーを回って府中の長い直線、旗の右に直線伸びてくるのかどうか。一番内ホットシークレットが頑張っている。懸命に手を動かして松永と旗の右にロードプラチナムが3番手。ロードプラチナム懸命に追う。ここで先頭に立ったマチカネ金の星、外から懸命にロードプラチナム、ロードプラチナムがかわした。旗の右も差を詰めてきている。外をついて旗の右が来ている。これは阪神レースになりました。一着旗の右に末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。苦戦しましたがようやく勝利ですね。1着8番、2着7番、3着6番以上のように確定しました。靴を一周か。宝塚は結構迫ってるんですけどね。まだまだ先は長いよ。まあまあかな。特別な会が、あ、スイカだ。体重はバッチリだ ね。はい、何です？宝塚出れるんじゃないかなと思いますね。ラスカル鈴鹿に出やが乗ってやがるか。後藤かな、関西。松見にもう一回任せましょう。はい、何です？はい、というわけでドバイシーマークラシック連覇を狙いましたが、こちらは3着に敗れ去りました。ただ次の目黒記念、こちらはしっかり勝つことができました。この調子で宝塚記念、昨年というか2年連続2着だったので今年こそという気持ちで挑みます。応援よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載します。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ではご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。